ファンディング、新しい未来をつかみ取れ。三崎さん、今のところで何か。まあ、やっぱり、そうですね、その、まあ、過去に書いてありますが。失敗のないように頑張るが、リスクとして依頼が全くない場合もあり得ると。そのリスクとして、依頼がない場合があり得るっていうのは、すごく。まあ、重要な。 ポイントかなと思ってて。一番重要ですよねど。どれぐらいのね、施設が。要はこの資産だと、まあ月40回ガードっていうのはお仕事が来る前提で、それでまあこの利益が残るっていう前提なんですけど、全く来なかったらまあ成り立たないし、そしてさらにリピートするのかどうかも不明なんで、そこがちょっと、なんかこう、もうちょっと明確じゃないとなかなかお金はね、難しいのかなと思ってます。 でそういうことも含めてこの令和の虎に出て大分のそういう人たちが見てくれてっていうことも当然思いとしてはあるあります、うん、こういうことを考えてるやついるよっていうのは見ていただけるかなと思います。軽、うん、ラ何台あるんですかリクリエイト株式会社代表北川平 イメージを拠点に万人受け断固拒否の精神で本川にこだわるレザー事業を展開教育ウェブ社会福祉と拡大を続ける情熱のルーツは応援団職人たちと地場産業をエンパワーするローカル実業家のトラが志願者に熱きエールを送る軽トラ2台ですかもうその軽トラで始めたらいいんじゃないですかも、うん、もうこの時間も うん、トラックを大きいの買うとかじゃなくて軽トラを前提にやるそこから事業を拡大していく中で融資をするしないっていうふうに切り替えた方が、うん、荷が軽いいかかもしれなでですすよどう,ですかうスモールスタートアップじゃないですけどちっちゃく始め今はもう別にまあごめんなさいあの詳しくないですけど物の量とかがたくさん積めないかもしれないけど少しだったら積めるわけですよね。 少しだったらで,す、ね、でもそういうので、まあ、ちっちゃくその1万6,500円でしたっけそのお金も、まあ、もっと安くそもそもニーズがあるのかっていうのはテストできるんじゃないかなと思うんですよ、ね。で需要があったらじゃあほに拡大していくとかが一番間違いないのかなと思うんですよ。今北川社長や三崎社長がおっしゃっていただいてることっていうのはスモールスタートで今あるものでやってみればいいじゃんって。 例えば条件をつけておいてあのその結果次第で投資してもいいよという前提なんでしょうかそれともそうじゃなくて、はい、もう最初からそうやってお金をかけずに相撲のスタートしていこうがいいよという話です、はい、どっちですかあの、あのー、僕はトラックを買うべきじゃないと思ってますねあのこの事業のためだったら他にも用途があるんだったらまた別の話になりますけどこの事業のためだったら買うべきじゃないと思います、はい、もう再三合ってないので、はい、でいてリスクが大きすぎますはい 僕もその、えっ、ー、と、まあそのビジネスとしてじゃ儲かるか儲かんないかだうと儲かんないと思うんですまあその前提でお越しになってると思うんですけど、えっ、ー、と、そのまず実績値が欲しいですよね。今だとまあその基上の空論じゃないですけど、まああくまでこう、理想の数字じゃないですか。で、実際にこれだけでお客さんが来て、まあこれぐらい、この規模だとこうだったみたいな実績値がないと判断しにくいなと思ってます。で、逆に言えば、その実績値を彼が見せた時には、あの、 気持ちとしては、じゃあトラック買いたいになったら出してやってもいいよっていう発想あるんでしょうか。そうですね。はいあのまあそんなに儲からないと思うんですけど、はい、まあ本当に高齢者の方が喜ぶっていう、うん、その夢っていう意味ではいいんじゃないかなと思うんで。はい。ありがとうございます。郷社長なんかありますか。うんおっしゃる通りで、うん僕もあの訪問看護の方なんですけども、はい、ずっとあの採用の方で看護師さんをずっと回ってたんですけども。 結局、ケアマネさんがキーマンと思ってまして、で、ケアマネさんって結構会ってくれると思うんですコロナの時代でもですね。施設に行くと、やっぱり、あの、ご高齢者の方に感染してしまう可能性があるんですけど、ケアマネさんはずーっと営業活動で回ってるので、ただそこに、えっと、まあ、テストマーっていうのも何でもいいので、声かけると、多分、一気に広がる可能性はあると思うので、やっぱり、今の実績値というか、その、営業するところが3とか4であれば、 もし車をご購入いただいてもそうそうなかなか増えないなとか多分虎の皆さんって多分そこを心配されてるすごくいい方だと思うのでなんか潰れてほしくないなっていうのが僕の意見かなと思いますねなんか多分なんですけど株式会社アドヨス代表高澤優希イスラエルの大学院で学んだ後広告業を主軸にビジネス展開 1一人会社を年商数億円規模まで育て上げる実績を持つモットは責任ある自由人誰にも縛られない発想でタイガーファンディングにパラダイムシフトを起こすなんか多分なんですけど今回投資ではなく融資じゃないですかでこれは何だろうあの佐藤さんのこう優しさでもあるのかなってちょっと思ったのが。 二トントラックを購入したいと。で、これが大半の費用になります。で、えー、まあ、Q&A に書いてあるんですけど、その、その他にも様々なイベントをやりたいんですと。で、そういうイベントで、あの、まあ、フリーマーケットとかいろいろやりながら、そこでも収益を上げていって、結果、融資なので、そういうところもろもろ集まったところで借りたものを返しますということで、つまりこれ投資だったら、まあ、ある一,一つの事業が、 成功すするるかか失敗するかでこちらゼロになる可能性もあるんですけどその佐藤さんの方ではこれを購入することであのこの介護施設へのもの以外もいろいろやっていくのでその中であのあの返すことはしっかりと返していきたいんですみたいな感じなのかなっていうのをちょっと思ったんですけど今回のプランでの売り上げで返していくだけではなく私がやってること全てを持ってお返しするっていうつもりです。うんうん 例えば片付け不要品回収でも今軽トラであの行って搬出して何往復も処理場行ったりしてるのを一発で済むとかいうことでも使えるしそれがまた宣伝できることですし鉱物市場でもやっぱりニトントラックで行って出して出品してっていうことも量も増えるしあとまあイベントでもたくさんものを持って行って喜んで頂い,いて買って頂けるっていう売り上げ全てを持って をご返済するっていうつもりでした,ただ先ほど言っていただいたあのこれにシフトしてこればっかりやっていくとそういうこともできなくなるっていうのはあの考えていかないといけないなとは思いましたんかあの同じようなご意見のようで美咲さんと北川さんの意見って違ってたじゃないですかで北川さんは北川さんで多分佐藤さんのことを思ってやらない方がいいって言ってる感じなんですよね。 はいはい、でこれ,これがなんか人のか価値観というか考え方の違いだなってすごく思いながら僕聞いてたんですよ。うん、だからあの決して全部ダメだって否定してるわけじゃなくて、はい、北川さんの価値観の中ではこれそんなにやっぱ儲かんないし佐藤さんが不幸になるからそういうところにお金は出したくないスモールスタートでやった方がいいっていうのが北川さん。はい、でも三崎さんは 一旦同じようにスモールスタートでやってみて、実績積んでそれがちゃんといけるっていうんだったらいいよっていう価値観。はい。さま様々ですよね。はい、はい。それはバラバラであっていいと思ってるんですよね。うん。ありがとうございます。はい。他に何かお気になりたいことがある方いらっしゃいますかまあ彼、プラン自体は非常にシンプルなので、プラン内容をガンガン突っ込むっていう感じでもなくなってきてると思うんですけども。はい。あとはもう皆さんの ご判断なのかなと思います。もしくは最終的にどっかで条件をつけるのかっていうところもあると思いますので、はい、よろしいですか。はい。では佐藤さん、最後になります。はい、ラストステイトメントです。はい、えー。本日はありがとうございました、えー。いろいろなご意見をいただきありがとうございます。えー、私のしようとしているプランは、えー、社会的に意義があり、えー、SDGs の一端を担える。 介護士不足のことも考えタープランになります、えー、頑張ってやっていきますよろしくお願いしますはいありがとうございますでは一旦壁側お見せくださいでは皆さんファイナルジャッジメントタイムですお願いしますトラ、志願者、それぞれの価値観がぶつかり合うタイガーファンディング 両者の意見が交錯する終盤戦を乗り越え、いよいよ迎えるファイナルジャッジメントタイム。この物語、一体、どう決着するでは、えっ、ー、と、お直りください。はい、では、これより最終決断に入ってまいります。はい、北川社長、お願いします。はい、えー、僕はナッシングで。はい。あの、まだニトントラックを買ってほしくないです。はい。はい。 で、はい、ではゴー社長ごめんなさいいゼロでお願いします、えー、もう少し調べてほしかったなっていうあの最初の質問が全てあってですねうんあともう一つは、えー、と今虎、ま、の皆さんがこうご教授いただいたようなことが誰か近くでいなかったのかなっていうものがあってですねやっぱりビジネスってやっぱりそういう人が必ず必要だと思いますのでもし虎の皆さんで何か。 趣旨とか投資があればぜひでも掴んでいただきたいと思います、はい、以上です。はい、はいえー。では高橋社長。はい。ちょっとお気持ちだけで恐縮なんですけども、百万円はい。はい。ちょっとオールになるかはわからないんですけども、はい、はい。あのなんかすごく燃えるものを感じましたし、その人のためにこうある意味燃え尽きるというかそういう生き方もすごくかっこいいのかなと思ってぜひお力になりたいと思いました。 はい。では、三崎社長。はい。僕は、じゃですね。はい、はい。やっぱその、実現できるかどうかがあまりも不透明すぎるんで、まあ、ちょっとお金を出すっていう意味では、うん、難しいっていうか、重いなと思います。はい。えー、では、高澤社長。はい。100万です。やっぱり、あの、社会的意義は、あの、本当に、 大きいいと思います施設にいるおじいちゃんとかおばあちゃんにこう笑顔になってもらうってやっぱり素敵なあなことだしそしてケアマネさんってやっぱりすごくネットワーク広いんですよね横のネットワークだからもしかしたらこれ本当に展開できるんじゃないかなっていうのもあってあのはい超百100万ということでありがとうございますはい、はい、ありがとうございました えと今回、佐藤さんの希望金額が360万円。で、高橋社長から100万円、高沢社長から100万円、えー、合計200万まで積み上がりましたけれども。じゃちょ,ちょっと待ってください。じゃ僕は、はい、すみません、<あ>これをいいですか。<あ>はい、はい、はい、はい。あの、条件を、はい、条件付きで、はい、あのこの収支シ,ュシュミュレーションですね。 あの最低の目標が月20回稼働ってあるじゃないですか、はい、なのでこの月20回をあの軽トラで稼働させることができるっていう状態があれば、ですねあの残り出させていただいていいです,いいですし、まあ、よければ今回はあのお二人にも乗っていただきたいなと思ったり、<laughs> はい、そういう条件でも、はい、よければ。今北川社長からそういった条件があの 出ましたけれども、他に何か、えっ、ー、と、じゃあこういう条件つ,つける自分がっていう方がいらっしゃらなければ、このまま進行します。よろしいですか僕も、はい。これを出そうと思ってたんですけど、はい。はい、僕の場合はでも、うん、はい。月その40回を、もう今の環境でやってみてほしいなって思うんですよね。40回、まあ1ヶ月で需要がそれだけあるんだったら、まあ本当社会的義もあるしいいかなと思うんですけど、多分、うん はい。まあさっき20回っていう方が多分条件は緩いと思うんで。はい、僕40回って言おうと思って。まあ、20回、40回の差があるんですけれども、美咲さんどうします美咲さんやっぱり40回で。うん、まあ僕はそうですね、やっぱり、うん、うん40回は見たいですよね、はいはい。これから拡大するっていう意味も含めて、はい、40回分ぐらいのお客さんがいるんだったら、はい、スタッフを雇って、じゃあ増やそうとか、うん、どんどん幅が広がると思うんですけど。はい で北川さんは同じような形で20回とおっしゃいましたねそうなんですで40回ってなっちゃうと、うん、生活がやばくなっちゃうかなとかですねはいその時間的にいいですよね、うん、軽トラで稼働させていただくってことなので詰めるものもそんなに詰めないですしもしかしたらでも20回の方がいい <laughs> <laughs> そりゃそ,そうや <laughs> <laughs> えー、ということは、まだね、ちょっとね、いろいろ、あの、やらなきゃいけないんだけど、今、お二人から、くしくも、同じような条件で、回数違いで20回で40回が出たんで、今、佐藤さんおっしゃるように、でも、それは20回の方がいいということが出ました。えー、美咲さん、それでとりあえずいいですかはい。彼の。そうですね。はい。はい、で、今、えー、北川さんから、そういう条件が出たならば、自分は残り金額を出してもいいよと、えっ、ー、と、言っていただきましたが、 今度は高橋さんと高澤さんに聞かなきゃいけないんですね。えっ、ー、と、この条件に乗っかってもよし、そういう条件だったら、僕一旦おりますよ、でもいいので。え、それをご判断いただきたいと思います。高橋さん、いかがでしょうかあ。はい、ぜひ乗らせていただきます。よろしいですか。はい、高澤さん、いかがでしょうか。ぜひ乗らせてください。はい。はい、はい、なんか、その言葉を言わせるようなフェイントもありましたけどね。<laughs> はい。えー、ということは、えー、三百六十万円に対して、高橋さんが百万円。 高澤さん100万円でこの条件がクリアできたら、えー、残り金額の160万円を北川社長が投資していただくということでよろしいですかはい、はい、ではい旦条件付きですけどオールですおめでとうございますありがとうございます,います頑張っていきましょうありがとうございます、はい、頑張りますありがとうございますありがとうございます 一人で考えずに、はい、ちょっと相談しながら進めていただいたらいいかなと思いますありがとうございます苦戦を強いられたタイガーファンディング最終局面でお助けだるまが動き条件付きオールで終幕エシカルな未来を切り開く不用品フリマビジネスの扉が開かれた果たして軽トラ月20回の稼働は叶うのかその挑戦は 続報を待て